はい、マイドメタボンです。今ね、大手町抜けて皇居周りの前で今日のね、キャンプについてちょっと語っていこうかなと思ってます。まあね、今日梅雨の中晴れでね、もう超快晴、暑いんだよね。予想気温31度、なんかね、体感温度31度超えてる感じだね。まあとにかく日差しが強いんだよね。うん、お、セローがいる。セローくんがいる。いいね。セローとかいると結構向こうも見るし、俺も見ちゃうよね。このテネリはでかいセローって言われてるからね。いやー気持ちいいね。ここをね、右折するとね、トイレがちょうどあるんだよね。まあ皇居周りでトイレ行きたいと思ったらね、ここ覚えておいた方がいいよ。まあ余談だけどね、ちょうどね、これ左行くと東京駅があるんでね。東京駅、ほら東京駅ね。ここね、いつもね休憩してんだよ、みんな。トラックの運転手の人、なんかね、タクシーのドライバーさん、ムロムロ。この人もよし、はあ、今日はね、背中にね、久々リュック背負ってっから重いんだよね。はい、前のメタボンです。今日はね、皇居の周り、まあお堀の近くだよね。近くにこう、なんていうんだろう、この芝生がいっぱいあるとこあるんだけど、今日これからね、若洲キャンプ場行きます。で、一泊してね、まあ帰ろうかなといった感じになってます。で、今日ね、梅雨の中晴れでね、ちょうど晴れたんだよね。まあ明日はね、曇りになってるからね、雨降らなきゃいいななんて思っています。ちょうどね、銀座4丁目のね、和光前を通過して豊洲抜けて、道中ね、マックスバリューだったかな、なんかイオン系列のスーパーあるんでね、そこで鶏肉と、あとオクラと今日の食材をね、ちょっと買い出しをして、キャンプ場入りたいと思います。で、今日ね、持ってきましたよ、クアハンドのベイビースペシャル。これね、持ってきました。フィールドで使うの初めてだよね。で、家でね、結構到着してからね、毎晩こう点灯してね、楽しんでます。やっぱね、このね、炎の明かりっていいよね。もう何度もブログでも紹介してるんだけど、一回こう朝までこれ結構つけとくんだけどね、夜さ、トイレ行ったりするのに目覚めるわけじゃん。もう幻想的なね、こういつもの日常の部屋なんだけど、違う雰囲気でね、夜中目覚めるっていうのもまた大人なもんです。いや、結構ね、今日荷物押さえて持ってきたつもりなんだけど、やっぱね、パンパンだね。みんなブッシュクラフトをやる人たちって結構これより小さいさ、バックパッキングでさ行くんだけど、よく間に合ってるね。俺これにまだテント入れてないからね、この中にクッカー周りと、これ75リットルだったかな、だからクッカー周りと、あとシュラフでしょ、シュラフ、あとね、エアーマット、あとね、一眼レフのカメラ、三脚入んなかったんですよ。三脚入んなかったんだよ。だからバイクのトップケースに入ってるんだけど、トップケースにはね、テントと、あとね、三脚と、今日薪も持ってこようと思ったんだけど、さすがにね、薪がね、全部入らなくて、焚き付け用の薪だけ持ってきました。ほんのちょっとね。なんで、向こうの若洲キャンプ場でね、600円でね、結構、広葉樹の持ちのいいものがね、買えるっていうんでね、それをね、ゲットして、焚き火にしたいと思います。タビタポジトネが出動ということでね、一緒についてきてもらいました。これはね、これラッキーアイテムなんでね、いつも連れて回します。はい、そんな感じでね、今日も出発します。行ってきます。今ね、録画開始したんだけど、ちょっと前にね、皇宮警察の一覧がね、こうずらっと並んでて、皇居入ってきました。あれ、俺子供の頃知らなかったけど、警察と皇宮警察違うんだね。全然知らなかった。SD カードエラーでね、一旦カードの抜き差ししました。なんか最近これ多発すんだよね。なんでだろう、ちょっと嫌な感じ。そこがね、今映ってるのが日比谷シャンテっていうところだね。
はい、ここはね和光前です。俺都内ツーリングするときはね、必ずここの交差点抜けてね、向こうから左に抜けていきます。でここからね、豊洲を通って松葉に突破に、ちょっと名前が分かんないけど、イオン系列のスーパー、大きいとこね、あるんでね、寄ってきます。ちょっとここでね、買い物してきます。ここね、若洲海浜公園から一番近いね、大きいスーパーだと思います。あれ、これね、左折して中入っていきますよ。ここで何買うかな。鶏肉とオクラ、オクラも買ってかんというか。はい、スーパー到着しました。でここはねイオン東雲店、うん、ここがねやっぱ一番近いからね、買い出しにはね一番いいと思います。じゃあね、買い物行きます。買い物終わったんでね、じゃあ向かいたいと思います。ちょっとね、買いすぎたね、もうね全部入んない。タンクバッグの上に置いた。やっぱね、パニアケースないと厳しいね。あとね、後ろにねズッキーニ持ってきたんだけど、昨日安かったから買っててね、やっぱ振動でね潰れたね。振動でこうなんだ、汁がジュワーッと出てリュックの中ね、一番トップに入れてたから、下って下にこう液体が流れ込んでる。これ洗わないと匂い出そうね。ヘリポートっていう方向に行かなきゃいけないから、まっすぐね右側のレーン行っちゃうとダメなんだね。要は左側のレーンに入っていかなきゃいけないんで、そこ注意点です。
い、和菓子到着しました。これからね、受付行きます。これチェックっていうのはチェックをすればしてないってことですね。無事ね、チェックインできました。今日1日と明日ね、夜9時まで、通常は10時までなんだけど、10時までだと600円で、日中デイを使うとね、300円プラスされて合計で900円支払いました。めっちゃ安くない？今日俺がね、泊まるとこはね、この40番。まあね、トイレ近いし炊事場も近いんでね、まあいいかな。本当は端っこがいいんだけどね。はい、じゃあね、荷物持ってきます。ワカスアウトドアセンター、ここでいろいろね、後でね、動画残すけど、いろいろあるね。お酒もね、結構充実してる。酎ハイ200円でね、スーパードライがね300円、で下のね、ジンビームがね、ハイボール350円。夕方の5時までしか空いてないんでね、早めに買い物済ませた方がいいです。でこれね、ロックアイスもあるからね、困ったら買えます。関連書はね、スポンジ、石鹸もあるね。あとホイールとかね、これチャックライターもあるんだね、チャックマンね。で着火剤もね、わざわざ買ってこなくて、ここで売ってんねや、1個単位で50円。薪を買ってきます。これね、1束600円で、隣がね、焚き付け用なんだけど、こっちがね、結構この白い袋、このビニール袋、俺映ってるかな、これこれ、この中に入った分だけ持ってっていいよと。で、それでね、税別で300円です。キャンプファイヤープラントはね、キッズバーベキュープラントはね、これね、もう手ぶらでね、ここで全部借りれます、レンタルで。今ね、ここ、ワカス公園キャンプ場なんだけど、いたよ、オケラ。初めて見た。ちょっとほらほら。わかるかな。